し豚の王で鍋を作るぞ。前回ね、一杯のラオウに5杯分の火薬を入れるっつってやってたから、ちょうどここにねスープともう麺が余った、うん、冬鍋二郎鍋二郎、おお、やったーやったーってなんだ。準備をしないと。うわすげー、グツグツ、これはすごいぞ。ラオウでこれカップ麺で作ってるからね、カップのスープで。やばい、超グツグツでうまそうだ。いただきますか。はい、できたー、早く食べたい。すごい曲がってる。飯食ったことあります？あるある。だから3時まで行ってくる。はい、それではいただきます。いただきます。失礼します。あれうめえぞ。あ、うまっ。うん、ちゃんこだね。ああ、すごい。ちゃんとお鍋として美味しい。これだからね、ラオウ買ってちょっとスープ使うの忘れちゃったとき。いや、その野菜もこれクタクタでいいわ。これこの醤油が全部染み込んでる感じ、これカップ麺では体験できない。喉渇いたな。あ、え、あ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 、出た、来ちゃったよ、また。うわ、鍋にビールっていうのはもう最高なんだから。だって、おお、あーっと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 、おーセーフ、とっ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 と、あ、いいね、100点じゃん。最高。いただきます。いや、うまそう。飲むね、また。さあ、ちょっとね、喉乾いちゃいました。私もこういったものがあるんですね。レアモンスターのコーナー始まりましたけど、今回もパンチ味ですよ、パンチ味。手に入れたの4年前だよ、これ。え、え、これ、え、え、待って待って待って、え、大丈夫。いや、大丈夫でしょ、缶に入ってるし。4年前いただきます。うわ、赤っ。ねえ、これも本来の赤みだったのかも。確かに4年経過してこの赤みになってるかもしれない。うわ、これはやばいな。4年のヤバさなのか。いやいやいや、バブル社さんじゃん。あれを全部液体にした感じ。ガム味です。さあ、こっからですよ、締めですよ。うん、やっぱりこれが残ってんすか。そうだ、ね、まだいっぱいあるから。そう、4つある。少々お待ちを。湯気にします。おお、すごい、カップ麺の麺とは思えない。確かに。いきますか。セット。さあ、これを開けて、はい、麺を投入する。いきますか。いくか。バサ、うわー、おー、うわー、すごいボリューミーだなー、ね。混ぜましょう、混ぜましょう。これこれは麺の量が多いぞ。でもよく絡めたら、ひと煮立ちしたスープすごいうまいからね。さあ、1カップ 80g なんで。そうだね、320をふやかしてますんで。相当だよ。600、700あるんじゃないですか、これ。いや、すごいな。多めにすくってもまだまだあるから。確かに。じゃあ、締めのラーメンもいただきます。いただきます。うん、いいよ、いいよ、締めれるね。歯ごたえがいいね、この麺のね。マジで、ラオウの麺使いましたって言わなかったら、マジで何の麺かわからないですよ。カップ麺とは思わんかも。いや、確かにそうだね。うまっ。うまい。うまい。
そうそう、ブラックペッパー買ったんですよ。使ってみましょう。全然違うっしょ。うまいっしょ。お塩入れた方がいいわ。むっちゃうまい。いい感じになるよ、かなり。いや、蓋閉めた状態でやって。何してんすか。いや、初めて使うんだ、これ。うまっ。あ、胡椒との相性抜群っすね、これ。胡椒との相性。胡椒です。胡椒さん、実は4個いったら、ちょっとなんか俺が1人で食うことになっちゃうんじゃないかみたいな。いや、関係なかったね。もうちょいいけたし、なんなら。そうだね、なんならね。うたらおうがちょっと何らかの形で余っちゃった人はですね、ぜひお試しくださいということで。そうか、マジでおすすめが。おすすめだね、これはね。というわけで今回はうたらおうの鍋でございました。ごちそうです。うわぁ、うわ、両方いけんだ、しかも。Thank you.